第162回ホッケチャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。現在、立正安国論第2弾の拝読を進めており、第2等には4種類の経典より7つの門が引かれます。今回はその6つ目の引用であります。経章の6つ目は、仁王経樹字本。国王が恐るべき7種の難として、太陽と月の異常運行、星の動きが怪しくなることなどが説かれています。仁王経における七難が本日取り上げる内容であります。本文へと入ります。第2と主人の発言。経章の6つ目。仁王経にのたまわく、大王、我が今消するところは、百億の趣味に百億の実月あり。いちいちの趣味に四天下あり。その南縁部台に16の大国、500の中国、実践の小国あり。その国土の中に七の恐るべき難あり。一切の国王、これを何となすがゆえに、いかなる丘何となす。四難の一つ目です。実月とを失い、時節翻逆し、あるいは灼日いで、国日いで、に、三、四、五の日いで、あるいは日食して光なく、あるいは日輪一重、に、三、四、五十輪、玄ずるを一の難となすなり。四難の二つ目です。二十八宿とを失い、金星、水星、輪星、気星、火星、水星、風星、調星、南樹、北斗、五鎮の体制。一切の国主星、三光星、百官星、格のごとき諸星、おのおの変幻するを二の難となすなり。四難の三つ目です。大化国を焼き、万世焼けつき。あるいは、木か、竜か、天か、三人か、人か、樹木か、族か、あらん。格のごとく変化するを三の難となすなり。四難の四つ目です。大水、百姓を表物し、時節翻逆して、冬雨降り、夏雪降り。冬の時に雷電霹靂し、6月に表層幕を降らし、灼水、穀水、清水を降らし、土泉、灼泉を降らし、斜、略、尺を降らし、豪が坂島に流れ、山を浮かべ、石を流す。白のごとく変ずるときを死の難となすなり。四難の五つ目です。台風、万世を吹き殺し、国土、山河、樹木、一時に滅没し、肘の台風、国風、釈風、西風、天風、地風、火風、水風、あらん。格のごとく変ずるを五の難となすなり。四難の六つ目です。天地、国土、高揚し、縁下、同念して、百層、交換し、五国、実らず。土地、格念して、万世、滅人せん。格のごとく変ずるときを六の難となすなり。四難のうちの最後七つ目です。
四方の属、来たりて、国を犯し。内下の属、起こり。家族、水族、風俗、貴族ありて。百姓、降乱し。投票行、起こらん。格のごとく、消するときを、死の難となすなり。現代語訳へと移ります。仁の般若原光経樹字本では次のように説かれます。大王よ、私、釈尊が今狂気する範囲には百億の世界がある。それぞれの世界にはそれぞれに太陽があり、月があり、須弥山があり、その四方には四つの島がある。そのうち南方の演武台には16の大きな国、500の中ぐらいの国、1万の小さな国がある。これらの無数の国には7つの恐ろしい難がある。すべての国王はこの難を恐れている。その恐るべき7つの難とは次のようなものである。1つ目。日や月の運行が狂って、寒さ、暑さの時節が逆になり、赤い太陽が出たり、黒い太陽が出たり、二つ、三つ、四つ、五つと太陽が並んで出たり、あるいは太陽に光がなくなったり、あるいは一重、二重、三重、四重、五重と太陽が重なって現れたりする。これが第一の難である。二つ目、28の星座の運行が狂ったり、金星や水星が現れたり、さまざまな星がいろいろと変わった現れ方をする。これが第二の難である。三つ目、大きな火災が国中を焼き尽くし、万民がことごとく焼死したり、あるいは鬼の起こす火、竜の降らす火などが起こる。これが第三の難である。四つ目、海水により万民が打たれ、気候が狂い、冬には雨が降り、夏には雪が降り、冬に雷が落ちたり、6月の暑い中に氷などが降ったり、赤い水、黒い水、青い水が降ったり、土の山や石の山が降ってきたり、砂や石が降ったり、川が逆流したり、山を浮かべ石が流れたりする。これが第四の難である。五つ目、大風が吹いて万民を殺し、国中の山、川、草、木が滅びたり、時ならぬ大風や黒い風、赤い風などが吹き荒れる。これが第五の難である。六つ目、国に大きな干ばつが続き、熱気が地下にまで浸透して、あらゆる草は枯れ、五穀も実らず、土地は焼けて、そのために万民は死に絶えてしまう。これが第六の難である。七つ目、四方から賊が攻めてきて国土を侵略し、国内にも戦乱が起こり、大火や大水、暴風に乗ずる賊や鬼のような賊が横行し、人心は荒れすさみ、ついに戦乱が起こるのである。これが第七の難である、と。以上、第二段における六つ目の経章として、仁王経における四難が登場し、それを拝読してまいりました。これらの災難は、国王が恐るべきことであり、立正安国論の大号宗である北条時頼に対しても、日蓮聖人は同様のことを進言していると言えましょう。前回には薬師経における四難が登場し、今回は仁王経における四難を取り上げました。
薬師経と忍能経の指南について少し対比をしてみたいと思います。指南の対比。薬師経では、疫病流行、外国からの侵略、内政の乱れ、星の異常運行、日、月の異常運行、雨が続く、雨が降らない。これらが指南として説かれます。本日に取り上げました忍能経では、日の異常運行、星の異常運行、火による災難、水による災難、風による災難、干ばつによる災難、そして最後に外国からの侵略が挙げられております。薬師経と忍能経では、設置されます七難に若干の相違はありますが、火、月、星などの天体の異常な運行、海外からの侵略などは内容として重複しており、経典に示されている恐れるべきことと言えましょう。次回には大司経に説かれる三災が登場し、第二弾に引用される最後の経典となります。以上、第二弾における6つ目の教師を挙げました。忍能経における指南は、国王が恐れるべきこととして示されるのであり、日蓮聖人は北条時頼に対して、国土にこのような指南が起こらないためにも速やかに改めるように要請していると言えましょう。次回、第164回の予告でございますが、立正安国論の拝読第15回目として、第2弾の経章の7つ目、今回の続きを拝読してまいります。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。